シャンデリアとレッドカーペットで合わせてくるのか今回。うわここタンタラタン、これ全部カット変えるんです。アートですね、これはアートショットなんです。逆再生してます。これはこれは最高。いいね。 Talk to you slowly, talk to you。すごいわ、ダンスブレイクだね。シャンデリア動いてんのね。あえてあんまりライティングを当てずスローモーション、ここ入ってくるよね。かっこよ。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。都内でビデオエディター、モーションデザイナーをしているクリエイターコニーです。ということで今日はスノーマーさんスローですね。3ヶ月ぶりとなってしまったんですけども、初めて見ますミュージックビデオの映像演出カメラワークとか解説していきたいと、分析していきたいと思います。ということで最近レンチャンホリックを初めて見て、それが初めて見たスノーマンの MV だったんですけど、かなりお金がかかっていたしかっこよかったし、パフォーマンスもめちゃくちゃすごいグループだったので衝撃的で、まあちょっとあの過去の MV であるんですけども、クリエイティブサイドの人間を見るとどうなのかみたいなとこ気になると思いますので、リアクションもしつつ分析していこうかなと思います。始めていきましょう。もう入りのショットからもうなんとなく予想がつくんですけれども、結構ノイズが乗っているんですね。まあフィルムルックっていう、まあテイストで来るのかなと私は予想しております。では字幕を出して再生していきたいと思います。これラウ君だよね。ラウ君、 Slow look in the mirror, who am I? Snowman ということで、鏡を見て私誰なのか、スノーマンですっていう感じの英語ですね。はい。うわうわお、ちょっと待って、ちょっと待って、すごくない？シャンデリアとレッドカーペットで合わせてくるのか今回。ちょっと音上げていきましょう。はい。もうここ音ハメが綺麗すぎる。ダンスのこれをトゥントゥンですよね。はい。上シャンデリアなのね。で余裕入れて、うわおしゃれだ、すごい。いやうん、マジか。こっち系もいけちゃうんだ、スノーマン。ちょっと、あの、解説を入れていきたいと思います。シャンデリアのショットが、で、入るんですけれども、ここですね。で、その次のショット。あえてフォーカスを合わせないシャンデリア。これって何？っていうことで、エモさの追求です。あえて、あの、バッチリとフォーカスを合わせない。ちょっと、あのブラがかかってるような、ちょっとボケた感じのショットですね。で、ここら辺のレンズのね、玉ボケっぽくなるんですよ。ここら辺の光が。これ、エモさです。もう、完全に。ここのショットさ、ヒカルくん。ここでさ、あの、シンデレラじゃない。シャンデリアのレッドカーペットのショットで、その次に、このセクシーすぎてびっくりしたんですけども、後ろから結構ライティング入ってて、前からのライティング結構少なめ。だからここ光と影がすごいいいバランスで撮れてると思うんですけども、後ろちょっとカーテンっぽい感じ。あ、ちょっと水が反射してるような感じのテクスチャーですね。で、ここ光と影がめちゃくちゃ美しいですね。で、顔に水滴を垂らし、ちょっとウェットな感じのルックスで来ておりますね。ここ、ビートわかりますね。タンタラタン。これ全部カット変えるんです。タンタンタン。ここですね。ここ、こういうの結構おしゃれなミュージックビデオでやってくること多いんですけども。これ音ハメの編集でかなりダイナミックに見えると思うんですけど。さあ、もう最初の13秒でもうかなりカット数多いんですけども。最近はこういう感じ多くなってきたけども、間にこういうあのカットの早いショットババって入ってくるだけでかなりいい感じのテイスト出ますよねって、おしゃれ感出ますよねってところです、うん、佐久間くんだすごいねここやっぱ今回さ、やっぱ光と影がすごく、ここですね、カメラワーク右から左にだんだん寄ってく最高なカメラワーク。ここね、こう言って、佐久間くんに、こう言って、佐久間くんって言うんだよね。こう言って、右から左にこう言って寄ってく。で、これ影を、ライトあってなんか、結構広めにライティング当てて、ここに間に渦巻き状のなんかを入れて、
で間だけ光通るようになってるからこう渦巻いてるんですね。芸術的アートですねこれは。この音ハメの編集いいね。 Talk to you, slowly talk to you。 英語の歌詞かっこいい聞くね今回。いや、よくない？で、ここよね、佐久間くんのこれ。これですね。はい、佐久くんのこれ。最高じゃないですか、表情。やっぱさ、ちょっとセクシーな大人な色系の作品だと思うので、それに合わせてちゃんと表情も合わせてくる。デンジャホリックとはまた、ちょっと違ったセクシーさ。表現の振り幅広いんだろうね、みんなね。ちょっとスローモーションも入ってきましたね、佐久くんのところでね。ここでね、ここでちょっとこういう感じで、スローモーション。カット早いものとスローモーションを結構間に入れてくることで、前後に入れることで緩急つくよね。パパって切り替わったとちょっとスローになったビートのところでスローモーション入ってきたりとか、このなんだろう、強弱のつき方、編集でもすごく上手ですね。かっこいいね、ここのパートね。ちゃんとね、阿部ちゃん、阿部亮平ちゃんね、 OK、 阿部ちゃん、阿部ちゃんのパートいいね。 Talk to you, slowly talk to you。 なんかこう砂を落とす感じの演出でいいんじゃないでしょうか。途中で植物とか氷が入ってくるのはなぜって思うと思うんですけど、ここは完全に芸術を追求したショットかなって考えていただくといいかなと思います。こういうのもう植物とか氷とかなんでいきなりって思うかもしれない、深く考えず、アートですね、これはアートショットなんです。緩急をつける、メンバーのショットずっと映してると、まあ、正直つまらないでしょっていうところで、まあ、かなりクリエイティブなアーティスティックな MV なので、こういうとこ入っていきますね、水滴で。これは多分おそらく巻き戻してるね。逆再生してます。これは水滴って下に落ちるけど逆再生してるので上に上がっていくっていう感じで、ここら辺も素敵。ここもスローモーション、光くんだ。すごいさ、やっぱスローモーションも入ってくるし、全体的にノイズが乗ってると思うんですね。これはあえて乗っけてる、乗っかっちゃったんじゃなくて、あえて乗っけてる。で、白黒のショットにね、まあ、かなり赤バキッと、結構強めのレッドカップの赤なんで、で、ここでノイズの乗った白黒のショット入ってくるだけで、かなり、フィルムルックの作品って結構白黒のショット間に入れてきたりするんですよね。そこはかなりおしゃれ。英語歌詞が大優勝してるんで、きっと間にね、やっぱりちょっとおしゃれ芸術的アートショットが入ってきますね、ここら辺でね。でもう全部音に合わさってん、ただたんただたんでこれが入ってくるんだよね。これうまいね、これを最高。いや、ここのステップ光るか、これいいね。すごい、ラウル君やっぱすごいね。なんか眉毛管理がすごすぎて、で、あのレッドカーペットを床下赤じゃないですか。で、このラウル君のソロショットになると背景が赤になるっていう、また面白い。すごいわ、ダンスブレイクだね。シャンデリア動いてんのね、すごいじゃん。ここだね、ドゥドゥドゥンドゥンのところでまた入ってきますよ。あ、で、めくん。ここだよね。ここうまいんだよね。間に入ってくるのがね。ダンダンダン。すごいじゃん、これをもう。この、いやー、ヒールに砂入ってて、これを落とす。後ろブルー。レッドとブルーのこのコントラストかな。いいね。ちょっと引きに戻すのか、やっぱ戻すよね。ちょっとかなり寄りで始めといて、めめくんを。で、引きに戻す。で、ここ回すみたいな。この緩急はいいですね。スロー、スロー、スロー。ここのこれをやば。まあ、テクニックとしては最初にレッドカーペットのショット見せておいて、次のカットでここら辺だよね。このソロのショットでかなり手で演出をしてもらって、演技をしてもらってるショット。ここに光と影がめちゃくちゃ綺麗だな。で、ここノイズ乗ってるでしょ。で、白黒のショットがあります。まあ、全員一人一人ここの2ロパターンのセットで撮ってるんでね。全員一人分、一人のショットを。この1、2のロケーションでセットで
撮ってます。これが結構間に2分54秒の間ずっと挟まれてくるんですけども、ここにいつ切り替えるかみたいなところがすごくうまいね。ビートに合わせてるから、うん、見てて気持ちいい。ここもトゥルルンで、うふふ、スローモーションよ。ここのセクシーだよね。ここ。あ、もう一回ちょっと、もう一回見たい。ここでまた植物のさ、ペン、インクついた植物、お花とか入ってくる。ここピンクが入ってくるんだね、色。結構色、いろんな色が入ってくる。ただ、白黒のショットもあるから、白黒の後にこうピンクとかって結構効果的だよね。色の対比みたいな。で、赤。スローモーション。ちょっとセクシーすぎるね。もうちょっとウェットな感じのさ、いやーセクシーだね。ここら辺はすごい上手だな。あえてあんまりライティングを当てず、正面からのライティングもほんと最小限で、後ろからとか横からちょっと入ってくる感じのライティングだけを使って出るんだよね、こういう色気がね、演出でね、うん、濡らしてるんだろうね、ここら辺もね、うまいね。で、後ろが本当に色がさ、ここで赤とかにしちゃうとちょっと壊れるんだよね、このセクシーなサイド、サイド、色のサイドを極限まで落として、光と影を極限まで落として、もう暗闇に映るこのウェットなスタイリングっていう感じのショット、美しいよ。ラウル君ってさ、サングラス率高いんだね、サックン。ここもスローモーションでしょ、うまいんだよね。さっくんに来たと思ったら、リフレクションでスローモーションに来るわけですね。で、この赤の背景に、あの、この音楽のさ、スピーカーとか置いてるのもセットが可愛いね、普通に。衣装も、シャツ可愛い。スローモーションだね。いやー、めめくん表情っていうかさ、演技になるよね。もうこのレベルになると演技だよね。俳優さんだからすごい。で、こうやってより、あ、今度は、ここちょっと引き目で始めて、次寄る。ワイパー、ワイパーのところで寄るんですね。まあ、ずっとここさ、4秒、3秒ぐらいあると思うんだけど、ずっと同じフレーミングだとやっぱつまらないでしょってより寄るんだよね。そうそうそう。ここで、まあ、ここで、いいよね。ここうまいよね。ワイパーのところですね。で、スローモーション。ここ入ってくるよね。かっこよ。かっこいいね。やっぱ髪と肌とかちょっと濡らしてくるタイプの演出なんですけれども、光と影がね、角度がいいんだね。ライティングがこちら辺からと、斜め、左後ろの辺からちょっと入ってるのかな。そこら辺が当たってる。結構顔を隠すっていう感じの演出。で、スローモーションだね。うまいね。まあ、スロー、スロー、スロー、ウィッドダウンだから、スローモーションが、間々に入ってくるってわけですよ。楽曲とね、ちょっと、映像技術もかなりマッチされているような感じはする。で、ここですね、最初、サックンのところあったところかな。うん。渦巻き状のライティングだったら、今度は、まあ、四角っぽい感じの、ループされた、この白黒の、白黒って言ったらいいのかな。黒と白の芸術的なライティングが入るわけです。うわ、もうここ完全に音ハメすごい音ハメだね、ここは。うん、音にはめてカットを変えるっていう手法ですけど、ダン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 、やっぱさ、多分初見の方、何このなんかスモークって思うんだけど、こういうの入れることでかなりさ、次のメンバーのソロのショット生きるよね。こことか。これ、ヒカルくん？これ、すごい表情でき、すごいなぁ。ここまで MV 撮影できちゃうのがすごい。タタンタンタタン、タタタタンってわかります、ここ。音ハメですよ、ここ。これができるとできないというかなり変わりますよね。タンタンタン。あ、次、ヒカルくんがグラサンしてるわけですね。で、あ、美男子、あの、美容男子、ショッピーさんですね。ちょっとシャンデリア動いてるんだけど、間にシャンデリアの
寄りのショットとか入ってここか入ってくるのうまいですね。やっぱシーンを切り替える際にちょっとこのオブジェクトの寄りを入れて次シャンデリアの引きのショットに戻すっていう感じですね。このシーンの切り替えのためのシャンデリアの寄りっていう感じですね。最後のショットはでここで切り替える。でカメラワークもさ、はあうまいね。カメラワークもさ、もうすごいじゃない。もういろいろカットが切り替えられてるんですよ、このダンスのメインのカットで。最初引きから入り、ミドル、よりヒーくんにちょっと、ヒカルくんにちょっと寄ったミドルショットで、気づいたらもっと寄っててちょっとブレ感出して、で次また引いてるっていう感じですね。ここだけで2秒で4カットぐらい変えてる。ここですよね。かなりテンポ感の速い楽曲なんですよ。スローだけどビートがね、だからここに音ハメ合わせてカット変えてきて、で次こと左側のショットになるんですよね。引きのショットになったなと思ったら次左から寄ってくる。でここのフォーカスもなんかいい感じで合ってるんですよね。ヒー君に合ってると、ヒカル君に合ってると思ったら次この彼に会っていく、阿部ちゃん、阿部ちゃんに会っていく。そこだよね。ここも間に入ってくるよね。うまいね。カメラワーク右から正面でソロショット、ちょっと引き目すごいここもう3カット入ってたね。はい、すごいです、素晴らしいです。もう完全にカメラワーク大優勝作品だね。引き目右から左にパンして、次のショットで寄っていく。はい、最高やんか。で白黒、今度は逆再生じゃなくて水滴落としていきましたね。はい、うまいですこういうの。ラウル君がちょっと美しすぎるっていう事件はある。はあ、このいわゆるトランジションなんだけど、やっぱり水滴っていう部分でこれ入れてきたのかな、植物の。ここだね、ふうのところで、はあ、シャボン玉みたいなのが出てくるわけね。ここに上に乗っけてるわけでね、オーバーレイして映像を上に乗っけて、次このショットだけにして弾けて、で次のショットに行くんだね。ここに行くんだね、このライティングのショットね。面白い。ラウル君の表情美しすぎない？こういうコンセプトすっごい得意だと思うんですけど、彼どうですか？ちょっとすごい色っぽいセクシーな、これをもさ、マジダンス上手いからさ、シャンデリアのレッドカーペットセットに移った時、やっぱうわすげえってなるよね。ダンスがあってこそのだよね。またドゥルルドゥルルのカットきましたね。ここら辺がもうマジで気持ちいい。スローモーション入ってかなりカット早めに切り替えてメメちゃんに行くわけね。はい、すごいです。全然スローじゃないんだよね。これ早いビートのとこ。スローっていう楽曲なんだけど、まあ、スローで見せるとこはスローモーションで見せて、かなりビートがダララってくるところではカットを早くカット変えるっていう感じで、緩急をつけてきてるからスローモーションが生きるのかなって思います。汗かいてきた、すごすぎて。いやー、ここ、うわー、すごいなもうわけわかんなくなるよね。ここだけでさ、めめくんのさ、センターのショットだけで5ショットぐらいあるよ。引き、中間、ちょっと左目から右に寄ってく、で、また引く、みたいな。この切り替えかな。ちょっと目で追うのが大変かもしれないですね。スローモーション。カット。白黒。スローモーションと白黒。で、ノイズ乗ってる。おしゃれだね。こんなんかちょっとドット状になってるのもいいですね。うわー、ここもうすごい駒送りみたいな感じのショットが来るわけね。2分30秒で新しいテクニックが入ってくる。すごい。すごいわ。ここだよね。ヒカルくんだね、これ。これ暗くて分かんないけど、最初ヒカルくんだったんだね、ここ。いやー、ヒカルくんの表情がやばいって、これ。ちょっと狂っちゃってるっていうか、俳優さんなわけ、皆さん。で、めめくん、鏡越し。これ、阿部ちゃん？いやー、すごいね。で、これ、コウジ君？すごいね。あ、コウジ君？これ、コウジ君だよね。いやー、うわ、すごいわ。で、伊達君？
伊達様、宮舘様ですか。で、ここだよね、渦巻きのライティングのショットと交互に見せる、交互に見せる、サックンラウル、サックンラウル、サックンラウル、わかります。ここもう2秒ぐらいなんだけど、見てて、ここでラウル君に戻す。うまいね。最後怒涛だね。右から左にバン、正面で寄ってく。で、ここ駒送りのヒー君、ヒー君、ヒカル君、ヒー君、ここ、わあ、ヒー君じゃない、ラウルだった。ここだよね。ちょっと早送り目になって駒送りにしてるのかな。すごいね、ここの表現も面白いよ。いやー、セクシーだね。うわラウル君センターだとこの色気がマシマシ、スタイル良すぎない。いやーすごい。これセットでシャンデリア動かしてるのかね。あとで VX 編集で入れた方が楽だけど面倒くさい、どっちなんだっていう感じどっちでもできる時代だからね。これは普通にシャンデリアやったんだろうね、実写でね、吊るしてね、でライト当ててライトあれオンにして揺らしてゆらゆらして、ちょっとすごいねすごいね。ひたすらあの圧巻の MV でした。スロー、だから今回スローモーションを生かすこのカットの速い切り替え、白黒のショットとかだよね。メインのこの赤のレッドカーペットのシャンデリアショットがすごいやっぱり映えるね。ラウル君とか来た時にここら辺とかもやっぱ演技力、表情管理あっての MV よね。スノーマンのね、もうすごすぎて汗が出てきました。ありがとうございます。ということで、一人一人の表情が面白すぎて、演技力高すぎて恐ろしいね、このグループ。はい、ということで長々と語らせていただきました。スノーマンスローの MV 分析解説してみました。面白いなと思ったら、いいねボタン、クリックとチャンネル登録忘れなくお願いいたします。ということで Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. ということで Goodbye.